なんかさ、番組始まる前にさ、連絡事項としてさ、ディレクターの金子、それからプロデューサー宮崎からさ、あの、今、チャゲアスの曲を、を、あんまいたずらにかけちゃダメみたいな。あの、報道とかで、その、ニュース関連の、ニュースをわかりやすくするための BGM として流すのはいいけれども、あの、えっと、流さないようにみたいな。 ことを注意されて、注意を受けたんだけど、報告を受けたんだけど、ね。あのー、もともと全く流す気がないのに。<laughs> ね、<laughs> <laughs> この番組始まって以来、ジャゲアスの曲がかかった覚えがないのに、うん、言われるとかけたくなるっていうか、言われるとなんだよってなるよね。な,なんかわかんないけど、ネタコに火をつけるみたいなことあるよね。ないつもちょっと思うことなんだけど、ああいうことがあると、 え、楽曲が、え、CD ショップから撤去されたりとか、あとこういうとこでもまあ書けないようにしましょうみたいなことになるんじゃそれ自体にあんま文句もないんだっていうか、もっと言うと書か,かる音楽にそれほど俺思い入れがあるわけじゃないから。今日伊集院さん一曲目に何書き、かけたいですかって聞かれることもないし。<laughs> <laughs> 聞かれれば8月の濡れた砂が聞きたいですけど、個人的になんとなく聞きたいですけど、別にそれを相談もなく、この、えスカートのサイダーには、これはもう2番目に聞きたかった曲ですけどね、偶然ね。もう。だけど、その、いつも思うんだけど、なんすかね、その、あの、アーティスト、それを作った人とか歌った人とかがさ、そういうことしちゃうじゃん。しちゃった時に、 曲ってどういう立場にあんのみたいなところがるんだかあってね。いや、これがまあすげえめんどくさい話になってくと思うんだけど、ええー、と、なんか思うんだよ。ああいうことをして出来上がった曲が、しかもその、じゃあ、えー、裁判になりました、懲役になりましたってなってる間も、なぜか逆プロモーションみたいなことになって売れていくみたいなことになってくと、 結局、儲かっちゃうって言い方変だけど、さ、それもどうかってちょっと思うじゃん。したらさ、ジャスラック見たら、ああいうさい、印税を管理する団体みたいなとこがさ、そういう風になっちゃった分に関しては、もう、叱るべき団体に全部寄付しますみたいな一括契約とかし,しとけばいいんじゃねえのとかって思ったりするんだけど、どんなもんですかね。<laughs> それはもう単に頭に言われちゃ、絶対書けんじゃねえみたいなことをトップから言われちゃうと、 今日ちょうど、今日ちょうど書ける予定だったのにた、ね、あと一連の報道の中ですげえ俺が違和感があるのは、あの、いくつか以前に載った週刊誌の見出しがショッキングだったからっていう理由で紹介している、えー、シャブアスカっていう、そのタイトルをすごい出すんですよ、どの、どうも。あれさ、ちょっと語弊がないかね、そこに、<laughs> だって、 その悪いことした人が違う方のしてない人の方の感じにちょっとなるから、あれを引用するのはちょっとやめた方がいいんじゃねえかなみたいな。で、あと今ガラスの向こうでディレクターもプロデューサーもめんどくせえなあいつになんか言うとより、より言うからみたいなそういう感じになってる。